皆さんこんにちは。一昨日くらいまではまだ地面も見えていたんですけれども、この街もすっかり雪化粧してしまいました。現在私は札幌駅に来ております。今の気温がマイナス1度とかって書いてた気がしますね。あ、ちょっと上がったな。 0.6 度と札幌にしてはちょっと暖かめかなという、そういう気温でございます。時刻は午後10時20分でございます。皆さんこんにちは。テクテク鉄道のお時間でございます。まずはじめに、この動画をご覧になっている皆さんは、古来からの私のチャンネルのファンの皆さんか、もしくは最長片道切符と YouTube かなんかで検索をしてたどり着いた方だと思うんですけど、後者の皆さんはお前誰だよって感じだと思いますので、ちょっとだけ自己紹介させていただきますと、このチャンネルではちょっとマニアックな鉄道豆知識や役に立つ旅行情報を取り上げています。鉄道好き旅行好きの方はチャンネル登録よろしくお願いします。で、私はこのチャンネルのテクテク鉄道の中の人のテクテクさんと皆さんにはよく呼ばれております。以降お見知りおきをよろしくお願いいたします。で、この度今回ですね、最初片道切符やるんですけれども、当チャンネルでは新最長片道切符の旅と銘打ってやってまいります。何が新なのかと言いますと、今までね、最長片道切符っていうと北海道の稚内から出発して終着が佐賀県の肥前山口駅というのが、結構長らく使われてきたんですけれども、ついこの間西九州新幹線が開業いたしまして、それ以降ですね、最長片道切符の終着駅ちょっと先に伸びまして長崎県の新大村駅になりました。最長片道切符の終着駅が変わったことからですね、新最長片道切符と、うちのチャンネルでは呼んでやっていこうかなと思っております。基本的なルートはね、あんまり変わらないんですけどね、そういうことでよろしくお願いいたします。で、今私はこのね、道と札幌にいるわけでございますけれども、これから始発駅の稚内駅に向かいます。明日の朝、稚内駅は6時38分発の特急サロベツ2号に乗車予定でございます。私が持っている最長片道切符は12月3日明日から有効期限が開始になります。で、今日はね、前日の12月2日なわけですけれども、12月3日つまり最長片道切符利用開始日の朝に稚内駅を発車する特急サロベツに乗るためにはですね、今から稚内に行って明日の朝までに着かなくてはいけないということになっております。で、明日の朝までに稚内に着かなくてはいけないんですけれども、もう今午後10時回ってますからね、この時間から汽車で稚内に向かうということはできません。ではどうするかといえば、夜行バスということになります。この札幌駅、鉄道のターミナル駅でもありますけれども、実は、バスターミナルもございましてね、この私の足元、この辺がですね、札幌駅前バスターミナルとなっております。で、ここから、道内各方面、近場であれば苫小牧、岩見沢、小樽など、より遠くは函館、釧路、網走など道内各方面さまざまバスが出ております。しかしですね、私がこれから乗ろうとしている稚内行きのバスにつきましては、この札幌駅前からは出ていないんですね。札幌のターミナルと言いますと、まず札幌駅前が思い浮かぶんですけれども、実はもう一箇所ターミナルがございまして、それは大通地区でございます。地下鉄3路線、南北線、東西線、東方線が乗り入れるほか、大通バスセンターや中央バスターミナルなどもございます。私が乗る稚内号は大通バスセンターから出発いたします。だいたい長距離バスって大通を通るものにしても札幌駅前を通ってくれるんですけれども、稚内号に関しては大通バスセンターを出ると速やかに高速道路に向かうということで、札幌駅前を経由してくれません。日本の北の端、稚内まで行くのに、ちんたらちんたら札幌まで寄ってられないと、そういう意気込みが感じられます。ということで、私もここにいたらバスに乗りそびれてしまいますので、早速大通地区へ向かいたいと思います。ここからはですね、この辺に地下鉄東方線というのが通っておりますので、そちらに乗っていこうと思います。東方線の札幌駅にやってまいりました。今回はこれで大通駅まで乗ります。本当はね、バスセンター前っていう駅もあるんですけど、大通からも近いのでね、一駅だけ乗ることにいたします。今大通駅に着きました。これ左側がね、札幌駅方面北側になるんですけれども、ここから東方線に乗って大通駅に来たんですけど、このバスセンターってね、ここなんですよ。で、バスセンター前駅と、もう目と鼻の先なんですよね。こんな距離感でございます。この大通駅とバスセンター前駅っていうのは地下通路でつながっておりましてね、
もうこの辺からバスセンター前駅のテリトリーになるんじゃないかな。ここにバスセンターと書いてますけどね、お出口2番のところには中央バスターミナルとあります。このバスセンターと中央バスターミナルはね、これまた別の施設なんですよね。上は市営のバスセンターでございます。僕が行くのはこっちですね。間違えないようにしましょうね。絶対これ間違える人いるからね。中に入ったらもういきなり稚内行き1回乗り場乗り場と書いてますな。じゃあ行ってみましょうかね。乗車券の引き換えが完了いたしました。これから乗るのがですね、こちらに止まってる青いバスなんですけど、これはおそらく宗谷バス運行ですね。発車時間まであと15分弱くらいございますな。ここに大通りバスセンタービルと書いてありますけれども、これの1階がバスセンターになっております。でそこに宗谷バスの事務所がございます。だいたい位置関係としてはこの札幌テレビ塔の裏ですね。皆さんがよく行く大通り公園がそこにあります。今回稚内号は宗谷バス運行なんですけど、一応北都交通との共同運行になってましてね、これ面白いんですけど、途中ずっとね、なんか同じ会社の運転手さんが運転するんじゃなくて、途中の小平かどっかでですね、までは札幌から小平までは北都交通の運転手さんが担当して、で稚内の方からもあの夜行バスがやってくるんですよ、小平に。で稚内から小平までは宗谷バスの運転手さんが担当すると。でそこでバスを交換して、でまた北都交通の運転手さんは札幌に帰ってきて、宗谷バスの運転手さんは稚内に帰っていくと、そういう運用になっているようです。このバスターミナルの脇にはセイコーマートもございますので、ここであらかじめ買い物を済ませておくのがいいと思います。途中休憩もないらしいからね。こっからバス見える、おお、あったあった、稚内駅。じゃあこれに乗ってこれから行きますよ。水と食料も買ったので、あんまり待たされるのも悪いからね、そろそろバスに乗りますかね。バス車内はね、そんなにあんまりもう夜行バスだから何もできないと思うので、もしかしたらここで皆さんとはお別れになって、次は翌朝稚内でまた撮影することになるかもしれません。ということで一旦ここでお別れを言っておきます。皆さんご視聴ありがとうございました。また明日。着きましたよ。この白い建物が稚内駅でございます。まあ積もっちゃいるけど、まあ札幌よりは降ってるか。札幌まだこんな道路脇にこの山ができてないからね。まあ札幌よりは確かに降ってるけど、まあまあまあこれくらいならまだって感じがしますね。意外とまあまあこんなもんなんですね。一応ほぼ定刻で到着いたしまして、まあ問題なく特急サロベツには乗れそうな感じですね。あ、でもやっぱ寒いな。バスの中暖房効いてたからね。寒い。ちなみに車内はね、まあ随分静かだったんですけどね、やっぱ夜行バスっていうのは乗り慣れてないせいかあんまり寝れなかったですね。まあそれでもやっぱり多分ね、まあちゃんと時間見てないんですけど、2時か3時くらい、夜中の2時か3時くらいにはもう疲れ切って、あのコクンと意識が落ちたっていう感じですかね。もう完全に疲れ切ってスイッチ落ちないと眠れないみたいなそんな感じでした。リクライニングはね、結構深く倒れたんですよね。だから車内の居住性はまあ割と良かったですけどね。あと何ですかね、充電のコンセント、いや USB 充電コンセントがあったんですけど、なんかそれがうまく機能しなくて困ったなみたいな、そんな感じでありましたけどね。じゃあ、あのこれからね、あの最長片道切符の本番ということになりますので、また次回の動画、1日目の動画からお楽しみいただければと思います。それでは。